どうも、すみかです。今日はお知らせがあります。2021年1月と2月に予定しておりましたデイリーズランプの、埼玉スーパーアリーナ公演ですねを公演中止にすることにしました。これはですね、やっぱり状況がちょっとね、変わってきておりまして、今このタイミングでライブをやるっていうことで、やっぱり来てくれる方にとってね、なんか不安を与えたりとか、ね、ちょっとネガティブな気持ちを持ったままライブに来ていただくのはどうなんだろうという話し合いをしまして、公演中止とさせていただくことになりました。まずはですね、スケジュールを空けて楽しみに待っていてくださっていた皆さん、大変申し訳ありません。そしてこのタイミングでですね、デイリーズランプの振り返り公演、僕たちいろいろスケジュール探したりですとか会場探したりしていたんですけれども、このタイミングで全公演のチケットの払い戻しをすることとさせていただきました。こちらもですね、やっぱり、せっかく手に入れてくれたチケットだから、それを無駄にしたくないという気持ちでずっと動き続けていたんですけれども、やっぱりそれを持っているっていうことがなんかこう足かせになりたくないなっていうのもあって、やっぱりそのポジティブなものなんでね、チケットって楽しみにしていただけるような気持ちをちゃんと持ってほしいなという気持ちで、気持ちは次のライブにぶつけるということで、一旦そのチケットは、払い戻しをさせていただきます。はい。ただまあこれで終わるすみかじゃないですよと、いうことをメンバーとスタッフチームとも話し合いをしまして、2月の9日にですね、埼玉スーパーアリーナで配信ライブをさせていただくことも決めました。はい。こちらのライブはですね、デイリーズランプのチケットを払い戻しをされない方は、そのまま見れますと。そして、まあ、今までいろいろこうですね、日程も2点3点しましたので、そのスケジュールの都合で前だったらいけたけど今はもうちょっと難しいなということで、デイリーズランプのチケットを払い戻しをした、もうすでにされた方も見れます。チケットを買えるようなシステムを作ってですね、見れるような形を作りましたので、もしよかったらですね、デイリーズランプのチケットを持っていた方、すべての方に、見ていただける機会なので、この日2月9日に全部をぶつけて、僕たちのデイリーズランプ2020年と、まあ、2021年もか、そうね、全部、2月9日にドカンと投入しますので、ぜひともライブを見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。その勢いでですね、まあ、なんかこれだけでもダメだろうってことで、グッズを作りますので、ちょっと今何を作るかっていうのは鋭意ですね、相談していろんなこうアイデア出しをしている段階なんですけれども、まあ、なんかこうね、気持ちがパッと明るくなるような、アイテムを作ってお送りさせていただけたら嬉しいなと思っておりますので、配信ライブとそしてグッズですねをゲットして、ライブを見てテンション上げて2021年一緒に歩んでいけたら嬉しいなと思っております。やっぱりね、悔しい気持ちです、率直に。めちゃくちゃ悔しいんですけど、もうなんかね、失ったものの数を数えるのはもうやめて、新しく何ができるのかと、やっぱりね、曲も作ってるし、演出もたくさん考えてるし、もうね、今回の埼玉の1月のライブに向けてリハーサルもバッチリ済んでたからですね、調整バッチリでもあとボカンとやるだけだったので、それをもう 100% できてますから、それを 200% 引き上げて、さらにすごいライブをやるということをここで約束しますので、それを楽しみにしながら、悔しい気持ちは共に持ちながら、楽しみにしていてください。はい。詳しいことはですね、すみかのオフィシャルウェブサイトに書いてありますので、それを読んでいただけたら嬉しいです。ね、寒くなってきましたので、まあ、いろんなね、事情で、まあ、具合が悪くなったり、ただでさえしやすい季節ですので、体を温かくしてね、温かいものを食べて、一緒に元気に過ごして、また一緒に音楽を楽しみましょう。今日はこのビデオレターを見てくださって本当にありがとうございました。それではまたライブでお会いしましょう。以上、すみかでした。また。